キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、サバイバル文章、今日は東京ヤクルトスワローズ編でございます。はい、ね、逆襲のはいツバメです。そうですね、ねえ、どうなんだろうね、今年のキャンプ。まあ先発次第だね、ぶっちゃけね。そうですね、先発やっぱ足りないなっていう感じはありましたからね。だって野手はさ、まあ、キャッチャーも中村でしょ、はい、でその後にまあ古賀が続いてる感じだから、はい、まあこれは次世代をね、34歳中村と26歳古賀だから、うん、まあこの次世代、まあいい感じのバランスだね、はい、まあここはノーサバイバーだね、うん、でまあ中村も週1回ぐらい休むだろうから、その時に古賀が出ますよみたいな、はい、で内山が内外野守れて、はい、キャッチャーも守れますよ的なね、うん、第3の保守的じゃんね、はい、でファーストオスナね、うん、でセカンド山田ね、はい、でサード村上ね、うん、ノーサバイバーだね。そうですね、うん、でも山田がここ本番ないとね、はい、まだ32歳だからね、はい、2024年度、うん、まずそんな落ちぶれてる場合じゃないよ、うん、ベテランでもなんでもないからね、ちょっとこうね、体力がね、一時期のね、うん、輝きがね、輝きが、はい、うん、やっぱ走れんくなってくるときついよな、うん、山田ですもん、なんかキレがね、うん、走れてるときっていいもんな、トリプルスリーですかね、うん、で、ショート、うん、サバイバルやな、もう長岡選手はなくなってくる。だって去年の活躍見てて、うん、一強とは言い難いよね。そうですね、うん、だから長岡、うん、ね、竹岡、はい、ね、え、どっちかな、そこに続く候補は。いや、なんか頑張んないとね、ちょっと薄くなってるね、うん、長岡で収まったかなと思ったけど、はい、収まりきらないところでちょっと薄さが 出ちゃう可能性があるから、うん、今年の頑張り次第では、うん、来年ドラフト1位、明治行くんちゃう？ああ、宗山くん？ああ、うわあ、いなかったらもう。そうです ね、ありますね、うん、あるよね、うん、ありますね、ドラフト1位ね、うん、下手したら頑張んないとね、はい、来ちゃいますよっていう、うん、スーパールーキー来ちゃいますよっていう、はい、神宮から神宮へ、もうルーキーからそのまま出ちゃいますよみたいな、ね、うんうん、頑張んないとね、はい、で、外野は、まあ、センター塩見、ライトサンタナ確定だね、はい、普通にやったらレフトだけだね、うん、だから山崎幸太郎、まあ青木は、ね、全部出ることないからね、うん、で、浜田、ね、丸山、はい、並木、うん、レフトだね、うん、レフトがサバイバルポジションだね、はい、正直ね、うん、丸ちゃん怪我しちゃったもんね、あ、ちゃう、あの沢井ね、沢井、そうですね、残念、うん、そういったところはね、やっぱちょっと大型、だから北村とかがね頑張っていければいいね、はい、大型内野手としてはね、うん、そう考えたら欲しいね、うん、明治でちょっと、ね、パン、ね、ちょっとなんか小粒やからな、うん、来年1位も明治かな、行っちゃうかな、いやー、でもまあ1位では消えちゃいますからね、うん、絶対宗山くんね、うん、欲しいよな、だっておらんもんな、うん、おらんって思われてる時点で頑張らなきゃいけないよ、だ今年の頑張り次第じゃないですか、そうだね、うん、ね、それによってドラフトね、はい、関わってくるよね、はい、で外野はレフト、まあ、レフトはこう、まあ、誰かがね、うん、取っていこうかなっていうね、うん、感じで、まあ、あとはもう確定だね、はい、でもそう考えたらやっぱりそう薄いな、ちょっと薄く見えますね、うん、このやっぱりその誰かが抜けた時に、うん、ガタガタガタってくるな、はい、一気にだからやっぱ塩見選手もいなくなった時にね、うん、やっぱガタつくしな、どうしようってなりますね、オスナとかサンタナがちょっと離脱したら終わるからな、はい、そういったところで次に行く選手のが、まあ、北村とか沢井とかがね、うん、うまくなんかこの、魅力ある感じが俺は好きやけど、うん、まあ、沢井くんちょっと怪我しちゃって、あと北村がどこまで頑張れるかとかね、はい、うん、ちょっと薄いね。そうですね、うん、次に来る選手というところが、あら、ああるんちゃん、しかも今年ピッチャーね、うん、取ってますか、1位西舘、2位松本、3位市原、大学社会人ピッチャー、うん、で4位鈴木君、高校生キャッチャー、はい、で5位伊藤君が独立リーグから内野手だから、うん、はい、ピッチャーばっかりから、はい、あるんちゃう来年な、なね、野手ほぼ取らないおらんしな、はい、似合うな、うん、だからで今年はね、はい、明治の春のキャンプに、うん、ヤクルトのスカウトが見に行ってるか見てみよう。そこ明治の、でもみんな行きそうですけどね、うん、いやでも12球団も全部が行くことないから、どうですか、うん、やっぱ、うん、気合い入ってるチームは初日から行くか、おそういう意味よ、もう明治、明治の春のキャンプにヤクルトのスカウトが行ってるか見よう、はい、うん、宗山君狙いで、うん、そしたらもうこのダブル岡、ダブル岡、竹岡、長岡頑張んないとね、うん、っていうところはあるね、うん、でピッチャーもな、はい、まあ、確定は小川ね、はい、サイスニードね、うん、確かに確定ちゃうやろ、まあ、あんなんじゃ
でも新外国人のヤフーレはやっぱ入るんじゃないですか。あでもロドリゲスね、ロドリゲス、ロドリゲスね、ロドリゲスは入る、はい、いやこれもうロドリゲス入ったらカフーレ入んないから、ヤフーレ、もうヤフーレ、あそっか、うん、エスパーダがリリーフで入ってくるから5人しか入れないから、人数的にそっか、そうそうそう、オスナサンタナいるからね、ヤフーレは多分ヤフーレとロドリゲスが勝負なんじゃない、うん、多分ね、吉村か、あーそうですね、確定、確定じゃないよな、そんなの、いやでも確定じゃない、でもやっぱ他のメンバー見たらもう先発に入らざるを得ないんじゃないですか、いやだから勝負だよ、だから誰が入るか分かんない、あそこまあなんか勝負か、うん、確定じゃないか、うん、うん、あ小沢投手確定じゃないや、確定はもう小川サイスニードロドリゲスだけじゃん、ちょっと感覚空くけど石川投手、もうこれだってもうあれだもん、そういう枠じゃないもん石川はでも先発やっぱそういう枠じゃない、上じゃないですか、うん、特別枠だからそうだもん、数とかに入んないからですか、うん、あの別にそれが先発が6人決まってようが決まってなかろうが投げるからなりますよね、うん、だから関係ない、はい、だからもうほぼ3人やな、うーん、でそっからだから金久保とか、うん、金久保投手もね、うん、出てきてほしいですね、で小沢、はい、吉村、うん、でも、もう西舘投手とかまた競争に入ってくるんじゃないですか、そうだね、西舘でもあれなんだよね、2軍スタートなんだよね、2軍スタート上半身コンディションプロです、うん、あそっか、で高橋奎二が勝負なんちゃう、うん、先生推しのも石原裕貴くん、いやある、うん、そういうのあるんですよ、明治のね、あるの、うん、うん、まあまあでもそだから3人取ってるからな、はい、奥川はこれ復活するんですか、一軍スタート一応言ってますので、うんうん、一応大丈夫だからと思うんですけど、うん、じゃあ競争に入りますね、うん、まあ競争にね、はい、入ってきてほしいよね、はい、坂口リリーフリリーフじゃないですよね、リリーフかな、あと山野君、うん、こんな感じかな、うん、ね、そうですね、だからまあ3人だな、うん、確定はもう誰でもチャンスあるね、うん、正直先発は頑張れば入れるっていう、入れる入れる、ちょっとアピールすればね、うん、はい、でリリーフ田口ね、確定でしょ、うん、山本も確定やな、去年あんだけ投げたやからな、やっぱ一人左のリリーフ孤軍奮闘したからな、はい、守護神田口に行ったからね、頑張ったよね、膝はね、うん、膝はで清水ね、うん、はい、石山入るん、ああ去年50試合だけどもね、原樹里はいや、ないです、星は入ると思います、ああ入りそうですね、ね、大西、うん、大西ね、うん、松本はで、そう競争じゃないですか、松本健吾投手、2位の、1,2,3,4,5,6 もう7人いるよ、ああじゃあブリリーフはもうまた今度、うん、今度ね、はい、あと香山いるよ、ああそうだ、左、はい、ワンポイント入りましたね、あとエスパーダいるから、あ本当だ、エスパーダは入るやろ、エスパーダですね、うん、特に宮川選手も入ってきたし、まあ、宮川ね、はい、右ね、あリリーフはもう結構そうだね、いますね、だから安定感欲しいね、うん、安定感っていうところのね、ちょっとね、うん、清水もちょっと去年ね良かったり悪かったりみたいなところもあったし、田口の穴埋めれなかったし、うん、まあ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 、まあでもやっぱりこう見ると先発ですね、絶対おらんな先発、うん、あとあれかな、外野西川チャンスあんのか、でもさっき外野結構ね、いなかったですもんね、いないんで、うん、レフトだけだよ、はい、あレフトだけか、うん、あ、そっかそっか、塩見選手と坂田選手も、ね、でもレギュラーじゃないんだったらいらんから、先発で出えへんのやったらだって神様いるしね、川端が、はい、川端で、レジェンド青木もいるやろ、うん、おっさん3人いらんやろ、しかも全員左で、ライスライダー並木彦いるしね、うん、外野守れるし、だからレギュラーじゃないといらないんだよ、はい、西川、うん、で、そうなったらよ、うん、左使おうと思ったら青木行くやん、はい、で、ピタリピッチャー来たら浜田とか行くやん、うん、ないわもうちょっとキャンプでアピールじゃないですか、もうキャラかぶりやな、うん、だからレギュラーで出れる能力がなかったら用ないよな、うん、だからレギュラーで頭から使おうってなったらチャンスあるよね、うん、はい、もしくは青木がちょっと体コンディション不良とかで、うん、ってなったらチャンスあるけど、うん、そこやな、そんななんかもう確実にいいとかないな、うん、1軍に入れるかどうかって話やな、はい、正直、うん、しかもスタメンで出ないんだったらいらんよな、うん、だからまあ先発だね、やっぱりその、はい、チーム事情反映してるよね、うん、そういったところではね、3人ぐらいもうサバイバルですね、うんうん、あとは西舘が開幕間に合うか、まあ慌てて間に合わさんかもしれないけど、慌てて間に合わせてほしいぐらい先発はちょっといないけどね、だ石原くんはチャンスですよね、そうだね、そうだね、うん、チャンス、はい、
だからそういう意味ではね、ドラフト山下とかね、何やっとんやって話ですね、うん、はい、そこら辺がね、確かに山下ひかる投手出てきてほしいんですね。ねえ、なかなか、うん、ドラ1ですかね、苦しいね、うんうん、だからキャンプの見方はね、はい、やっぱあの先発誰が2月1日から誰がブルペン入ってるかやな、はい、ここでお前でポジション狙っていく選手がのんきに立ち投げしてたらはみたいな感じでそんなお前流暢なこと何やってんだよみたいな、お前そんな余裕ねえぞみたいな、うん、こんなにガラガラだなのにっていう ね、うん、初日のキャンプだね、初日のキャンプね、うんうん、多分この動画が初日出ることないけど、うん、あの初日のキャンプあの誰がどう投げてたかとかをちゃんと見てる人は、うん、本当にヤクルトのことが知ってる人、はい、この動画見てる人で、うん、あのヤクルトファンの人が初日のブルペンを記憶になかったら、はい、それもちょっとどうか思うよって、はい、そうですか誰が入るかで、はい、そこは、うん、あのチェックしていきたいね、はい、うんうん、ってことですね、うん、はい、そうだね、うん、あとはレフトだね、はい、あでももう野手はレフトしかないんですね、うんうん、レフトしかないよね、うん、レフトショート、レフトショート、そうだ、うんうん、そこら辺だね、うん、ショートあのちゃんとしないと来るから明治から、はい、決めてますもん、え1年後、うん、もうね、昨年の末にねリストアップでドラフト1行こうヤクルト出します、ね、あ、そうなんだ、うん、だから調べたんで、うん、だからヤクルトのキャンプも大事だけども、はい、あの明治の春のキャンプにヤクルトスカウトが行ってるか見てこ、いやもうちょっと長岡選手頑張って、谷岡選手もね大量にヤクルト持って行ってもらってこれも使ってください、あヤクルト戦で、ね、ジョアとかジョアとか何か言いますかみたいな、あとラーメンもありますけどね、ヤクルトラーメンタグマン、タグマンどうですかみたいなそこだね、アピールね、うん、そこ見とこ、だから、はい、あの明治のキャ明治もね、ちゃんとキャンプをそこを追いかけましょう、ヤクルトファンは